菊池博士は、日本の政治家。茨城県下妻市長。元下妻市議会議員。元千代川村議会議員。茨城県千代川村生まれ。茨城県立下妻第一高等学校。中央大学理工学部管理工学科卒業。税理士法人事務所に勤務。2003年に千代川村議会議員に初当選。2006年1月1日、千代川村は、 下妻市に編入される。編入後、最初の下妻市議会議員選挙は2007年に行われ当選。2017年12月25日、人気満了に伴う下妻市長選挙に立候補する意向を表明した。2018年3月25日に行われた下妻市長選挙で現職の稲葉本地との一騎打ちを制止初当選を果たした。 4月14日、市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数35,299人、最終投票率 48.70%2017 年10月、下妻市は DHC と市民の健康増進や地場産業の活性化、災害対策などに関する包括連携協定を締結した。その後、 DHC は2020年11月、吉田義明会長名で、競合他社について CM に起用されているタレントはどういうわけかほぼ全員がコリアン系の日本人と公式ウェブサイトに記載。2021年4月9日、DHC はさらに吉田の差別発言を掲載。吉田は NHK は幹部、アナウンサー、社員のほとんどがコリアン系。 NHK は日本の敵と述べた。2021年5月14日、下妻氏は市長名の申し入れ書を同社に郵送し、1ヶ月の期限付きで差別的文章の削除などを要求した。5月20日頃、DHC は電話で文章の一部を削除したとの連絡を入れるが、市は一部削除では到底容認できないと指摘。6月1日までに、 全ての文章が削除されたものの、菊池は企業としての公式な見解は表明されていないと非難。同日に開いた定例記者会見で差別的内容が掲載されていた事実は人権尊重に取り組む本主としては感化できないと述べ、同年度の提携事業を中止すると表明した。DHC はメールで文章に不適切な表現があったことなどを認める回答をしたが、 外部公表は拒否した。このため、下妻市は7月15日付で連携協定を解約するとした文章を送った。2020年5月21日、新型コロナウイルス対策の財源に充てるため、自身の6月期末手当を20%減額すると、市議会全員協議会で発表した。副市長と教育長については10%減額する。ありがとうございます。